よろしくお願いいたします。はい、えー、えー、田中といいます。よろしくお願いします。ええー、と、えー、えと、ー。えー ではです、ね、あの任意団体、えー、特に PTA という形になるんですけれども資料を作っていくうちにです、ねまあ、全体的な話になってしまって,て PTA の話もちょっと深掘りした話をしますけれども、えー、ワードプレスを活用する方法という形なんですがそのワードプレスのこのプラグインを使ってたらいいとかそういうものではなくてワードプレスの考え方だったりとかコミュニティの考え方とかそこら辺も含めて全体としての話をさせてもらおうと思っています。 で、今日のですね、このセッションでお話しさせてもらいたい内容が、この4つ大きくなります。でまず1つはですね、これちょっともう、あの、ワ、えードプレス。 が目指していることってご存知ですかというところの問いから、えっと話をさせてもらおうと思っております。で、次にですね、えっと、任意団体。まあ、特にここではボランティア関連をされている方をの話のところで、実は日本のボランティアと世界のボランティアってちょっとズレがあるんですよという話を少しさせてもらいます。 でそしてその中でボランティアが、えー、もちろんボランティア以外、人間日本のです、ね、生活自体も変わってきてるんで、そこら辺の話をして、で今からのボランティアと、そこの今、えー、実際にあるワードプレスのコミュニティのところから見習うべきところがあるんじゃないかという話で示させてもらおうと思っております。はい、で先ほどちょっと紹介していただいたんですけど、自分ぼ僕の、えー、紹介になりますが、えー、ワードプレス歴は10年ぐらいです。 ワ、えードプレスのコミュニティに参加し始めたのがですね、後にもちょっと細かく説明をさせてもらうんですけれどもワードキャンプ福岡。 というのに一番最初に参加させてもらいました。で、それまではちょっとワードプレスをちょこっと、えー、オープンソースなんでダウンロードして使ったりとかいうことしてたんですけども、コミュニティに初めて参加させてもらったのはワードキャンプ福岡でした。2013年ですかね。か4年ぐらいの時だったです。で、その時に、えー、と感銘がすごく受けたのは、今日の話でも、えー え、オープニングセレモニーに聞かれた方だったら言ったと思うんですけど、参加してもらうだけで貢献してますよということを言われたのに、すごい僕は感銘を受けて、そこからまあコミュニティにがっつり入っていったっていうのが実際のところです。で、まあそんな感じでワードプレスに普通にサイトを作ったんですけど、もともと私 EC 畑の人間でして、えー、海外から物を輸入したりとか、日本の国内で通販をしたりとかいうところがメインのところだったんで、えー、まあ EC 絡みのかな話で、ワードプレスの中で EC ができるウーコマースと、 というのと出会いまして、ウーコマースの開発の方を今現状も続けて5年目になります。というようなワードプレス関連に関してはそのような活動の履歴があります。その後ですね、今回ちょっと話をさせてもらうですね、PTA とか自治会とかそういうところの話なんですけれども、そういうのにはまだ正直短いは短いです。PTA 会長としては、 去年あま、今年の3月までしてたんですけど、今、顧問という形でさせてもらってますけど、会長歴は小学校と中学校合わせて3年間させてもらって、それに合わせて、えー、まあ、あの、なんでか、知らないんですけど、地域の会長という、小学校区のまとめ役もさせられたというか、まあ、自分からしたわけじゃないですけど、お願いされてしてですね、でまあ、ちょっと色を揉めてですね、最初に今やってないんですけれど、えー、そんな感じのことをしてます。ですね、地域全体のことも、一応、あの、2年間ほど、えー、させていただきました。 そういう経験からちょっと今日は話をさせてもらおうと思います。で、まず、えっと、ワードプレスのミッションっていうのが実はあるんですね。えー、これご存知の方ってどれくらいいますかねワードプレスのミッション知ってるって人。あんまりいないっすよね。実際、あ、ちょこちょこって言いますね。えー、実際ですね、あの、僕も、 最初ですね、ワードキャンプに参加して、2、3年目、4年目くらいかね、分かんなくて知らなくて、えっと、1回ですね、ワードキャンプ大阪にですね、えっと、マット・ラングレイっていうその、オートマティックの社長というか、ワードプレスを始めた創業者の人がいるんです。その人が来たときに、公演の中で聞いて、あ、そうだったんだっていうことになります。なんで、まあ、あの、知らない方は実はこういう目標がワードプレスにあるんですよというのをちょっと知ってもらったらいいと思います。それが何かっていうと、 パブリッシングの民主化。パブリッシングってカタカナで言うとあれですけど、日本語で言うと出版みたいな意味ですね。表現を広げるみたいな。表現したものを広げる。それを民主化をしたいというのが、ワードプレスのミッションになってます。でこれちょっと興味ある方は、この URL ですね。後でスライドシェアで、スピーカードックで公開すると思いますの、ね、で、それで見てもらったらいいんですけど、ここらのありますので見てもらったらいいと思います。 じゃあ、パブリッシングの民主化って一体何ですかっていうところなんですけども、それをちょっと,、えー、と紐解といていくとですね、まず、えーと、パブリッシング、出版はなんとなくわかるけど、民主化っていうと、言われてみると、なんか、うん、固い言葉でよくわかんないなってなんで、ちょっとここを固く説明してみたいと思います。えー、民主化っていうのは何かというと、民主主義です。あのいわゆる王政主義とか、えー、支配主義ではなくて、民主主義を拡大する過程のことを民主化というと。 えー、ウィキペディアに載ってました。で、まさにそれなんですけれども、じゃあ、民主主義を広げるっていうのはどういう意味かっていうことですが、民主主義でじゃあ何っていうと、えー、人民が、えー、出権を持ち、行使する政治、いわゆる自分たちで考えて、自分たちで行動しましょうというのが、民主主義というのの基本的な考え方です。ということは、えー、この、えー、 じゃあその、えっ、ー、と、民衆がですね、主権を持つ。その主権ってのは何ですかっていうと、まあ、ちょっとこれ固いすごい言い方をしてますけれども、えー、ウィキペディアで載ってるのはこういう形で書いてるんですけども、簡単に言うと、やっぱ自分から進んでやること、で、そして意見を言い合って、同意する人たちが集まって、その活動をする。もしくはその活動に対して自分の能力を発揮する。そういうような関係を作るというのが、えできるというのが民主主義の主権をあ、民衆の主権を進めると。 といいうもんだと思いますじゃあ、えっと、それを、えっと、パブリッシングを民主化する、えー、いろいろ自分たちでやりたいようにできるようにするっていうことなんですけどじゃあパブリッシング今出版ってどんな歴史があったかっていうところなんですけれども、えー、もともとですね一応ウィキペディアでパブリッシュ今出版っていうものは何かっていうとえっとえー 広げる、いろんな文章だったりとかのものを、えっと、広げるためのものだったんで、簡単に言うと、えっと、印刷技術っていうのが基本必要ですよねっていうのが一応、えー、基準にはなりますあの。手書きの分は一応パブリッシングには入れないそうです。なんですけれども、まあ、手書きから始まってると思ってるんで、大きく分けてこういう5つの僕はステップがあると思います。パブリッシングっていうのに関してはですね。まず、えっと、パブリッシング、いわゆる印刷するためには何を、えー、印刷したいのかということになるんで、まず文字ですね。文字が発生して、 でそれを文字を書き留めるために昔は粘土板だったりとか、パピルスだったりとか、木棺ですね、中国では木簡とかいうものに文字を書いてたと。ただ、もちろん手書きですから大量生産もできないですし、えー、削ったりとかしてるんで、それが腐敗したりとかしたら読めなくなるという形で、なかなか時代をの時代に残すこともできないし、たくさんの人に比べることができなかったっていうのが一番最初の状態。 でここで一気に変わってくるのが、まあ、あのワードプレスでも今使われるあのエディターとして名前が使われてますけどもグーテンベルグル活版印刷というものが出て一気にこれは変わっていきます、まあ、ここからが実際パブリッシングという言葉が当てはまるんだとは思うんですけれども、えー、たくさん印刷ができるようになっていろんな人に配れるようになったとただちょっと注意しなきゃいけないのは印刷できたらそれですぐに広がるかっていうとそれをいろんなところに持っていかなきゃいけなくなります ということで、物流が進化しないと、パブリッシングもまたなかなか広くいかないと。で、蒸気機関、ちょうどですね、その、グーテンベルグの活版印刷が出たぐらいに蒸気機関が発生して、記者だったりとか、船だったりとかっていうことでいろんなものを運ぶことができる中に書物も運ぶようになって、世界の書物がいろんな国に読めるようになったと。 で、そこからちょっと、えー、隙間が空くんですけども、この間に、まあ、まいわゆる識字率、文字を読む、えー、ことができる人が増えていって、それこそもうパブリッシングが広がってはいったと。で、広がってはいったんですけど、民主化されてないっていうところが、僕はちょっと肝だと思ってるんですけれども、えー、まずはちょっと、えー、その次のステップの前に、えー、それが、えー、インターネットでデジタル化されました。 で、コンピューターもしくはインターネットの発明によってデジタル化して、そしていろんな人が見やすい状況にはなっています。で、そのもう一個先を行きましょうというのがワードプレスのパブリッシングの民主化だと思います。じゃあ民主化されてないっていうことなんですけれども、何かというと、まず紙の辞典。 ではですね、簡単に印刷ができない、まあ、コピー機使ったらいいじゃんっていう話もあるんですけれど、まあ、お金もかかるし、製本したものを流通させるためには本屋さんに置かなきゃいけないとか、そういうのがあって、なかなか制限がある、でかつまあ行,行政だったりとか、企業、特に本屋さんですね、そういうところに独占されてる傾向がありました。でまあ、じゃあ、どういうふうに制限されてるかなっていうのを流れで見ていくと、 印刷されるまでの流れとしては著者がまずこういうふうに本を書きたいもしくは絵を書きたいとか写真集だったりとかしてもそうですけれどもそういうものを作りたいと思った時にまず作りますただ作った後に出版業者の方で編集されたりとか時代によっては検閲されて内容が削られたりとかそういうことがされました で、その後、やっとそれを通った後に印刷業者で印刷されるんですけど、印刷に関しても、例えばですけど、予算がないんで白黒になっちゃう。フルカラーができないだったりとかいう話があります。で、私も、あの、絵本が実はすごく好きでですね、小学校の方で絵本の読み聞かせとかも未だに言ってるんですけど、あの、絵本の話でこの印刷業者と著者のがぶつかる話が有名なのがあって、えー、ピーターラビットっていう絵本。 皆さんご存知かと思うんですけどピーター・ラビットでですね、ポーターさんという方が書,いて書かれてるんですけど最初、えー、書いた時にです、ね、どうしてもこうフルカラーで印刷したいということがあって印刷業者とすごい揉めるというか頑張って作るという話があるんですねこれちょっとあのポーターっていう映画もあるんでもし興味ある方見てもらったらうれしいんですけど、えー、そこのところで,です、ねやっぱえー、自由に表現するのもやっぱりこう大変だったと。 まあ今も実際そうですよね。作ったやつを印刷してみたら色合わせてたり、こうじゃないとかっていう話もよくあります。そういう形で、やっぱりなかなか自由にできないところがあったと。で、それを、ワードプレスが登場して、まあもちろん技術がちょっと正直必要だとは思います。えー、自分の好きなように色合いを出したりとか、えー、ワードプレスであれば、えー、インターネットの、えー、技術を使うんで動画を動かせる。 こことととももででできききまますすし音をつけることもできるいろんな表現ができますよとそれを民主化いわゆる一般の人が自由にできるで自由に発表していろんな人に見てもらうことができるというのを,、えー、を目標にしてるというのがワードプレスでそれが実際に今かなり僕は進んでいると思いますという形で、えー、とまずワードプレスのです、ねえー、目標というかはこういう話ですよと言うさせてもらいました で、えここからまたちょっと話をが、あと、元というか一番最初のですね、目標の、え話の方に戻ってですね、え PTA とかそこら辺の話をしたい、任意団体の話をしたいんですけど、まずですね、日本におけるボランティアってどんなイメージがありますかというのをちょっと考えてほしいんです。で、あの、ここでいうボランティアはですね、あの、災害支援をするボランティアとかを残かしたボランティア、いわゆる日常生活の中で活動されてるボランティアをちょっと考えてほしいと思います。 で、そうするとですね、多分なんですけど、こんな方々が、えー、組織が出てくると思います。いわゆる自治会とかですね、いわゆる町内会から発生しているものですね、地域の人たちをまとめたりとか、お祭りをしたりとか、えー、するものだったりとか、えっ、ー、と、あと、まだ私が結構関わったこと、PTA、これも一応ボランティアです。えー、細かいこと言うとですね、社会教育関係団体というような、 言い方をすするんですけれども、えー、そういう組織だったりとかあと、えー、NPO 団体、非営利ってですね、社会貢献ということで、えー、例えばですけれども障害者の方とか福祉の関係の団体とかありますそういうのが、まあ、一般、えー、と日常生活の中で出てくるボランティアだと思います。 で、そもそもじゃあボランティアって何ですかっていう話なんですけれども、これ一応ウィキペディアに載ってる形です。ですんで、まあこれは日本独特というよりも国際的な感覚と思ってもらったらいいんですけど、一般にですね、ボランティアっていうのは自発的に他人社会に奉仕する人、もしくはまた活動を言うという言い方します。で、ちょっと大きく書きましたけれども、ボランティアって自発的じゃないといけないんですね。で、先ほどちょっと出しました組織、 で、自発的に人を集めてるところがあるかっていうと、実はちょっと違うんじゃないかなっていうのが、僕はここ最近、ここ3、4年ですね、そういう活動をしてて思ってるところです。まあ、ここら辺の話はまた細かく話をするんですけど、で、実際にですね、ボランティアが自発的になって動いたんじゃないかって言われてるのが、実は阪神・淡路大震災の時と言われてます。えー、ここにも一応ウィキペディアに書いてるんですけれども、ボランティア元年というのが言われてます。 で、えーとまあまあ、この時期からですね、自発的に人のために動こうというのが増えてきたという形です。で、またですね、これ、日本、ちょっと若干独自というか、まあ、あれなんですけど、ボランティアっていうと、無報酬、お金をもらわないというイメージも日本では特に強いです、ただ、国際的に見るとです、ね、ボランティアって実は優勝ボランティアというのをボランティアというように、国際的には言いますんで、そこら辺もちょっと認識を持ってもらったなと思います。 で、えっ、ー、と、じゃあ先ほど言いましたけれども、ボランティアの感覚にちょっと僕、日本人っとおかしいというかですね、違うところあるよねと思うところがあったのはあるんですけど、それが如実に現れたのが、実はこの阪神淡路大震災はボランティアの元年と言われてるんですけど、実際ボランティアで問題がちょっと起こりました。何かっていうと、ここに書いてるようにですね、ある市議会議員さんが、えっ、ー、と、ボランティアは被災者が食うべきものを食い、被災者が飲むべきものを飲み、被災者が寝るべきところで寝たという話だったんですけど、私も実はあの神戸の方で仕事をさせて、 もらった関係で,です、ねあのえー、1月17日にですね、えー、希望の明かりっていって、えー、公園のところに竹筒並べてやるイベントとかがあるんですけどそういうイベント会社と一緒にちょっとお仕事させてもらった関係があって、えー、いろんな方にその神戸の え、その時の話を聞きました。で、僕はちょうど、えー、審査災あった時が実はですね、あの、大学生で福岡にいたんでですね、全然こう、そこまでどんなんだったのかって分かんなかったんですけど、まあ、仕事をする関係で、そう、神戸で仕事する関係でそういう方といろいろ話をした時に、やっぱり言われたのが、その、ボランティアと言いつつもしっかりやってくれる人ももちろん多かったんだけれども、なんていうんですかね、自分探しに来たみたいな人だったりとか、あとこれも逆に僕、福岡にいたんで、えー、実際感じて、それってなんかおかしいなと思ったんですけど、大学のですね、 えー、単位のためにボランティアに行った人たちがいるんですね大学の方がボランティアをあのせんするために、えー、その震災のボランティア活動をしたら単位上げますよみたいなことをやった大学があるんですね。 それってなんか、うん、自発的といえば自発的かもしれないですけどなんかボランティアじゃないよなっていう気が僕はちょっと違和感をすごく感じてたんですけれどもやっぱそういうところでちょっと若干問題があったという話を聞いたのは僕は正直言うとボランティアの感覚っていうのは日本人がちょっと違ってたんじゃないかなというところがありますでまあそこら辺がこういう問題が起こったという感じになります でえー、そういうこともあってです、ね、やっぱりちょっと問題だよねということを言う人たちもいたんで、ボランティアの意識が今、日本では変わってきてると思います。で特に東日本の大震災があったときは、ちゃんとしたボランティアがすごく多かったと、えー、阪神・淡路大震災のときのようなボランティアは減ったと言われてます、ですんで、えー、自主性があってです、ね、他人のことを思いやる、しっかりとしたらボランティアが日本に広がって根付いてきてるんじゃないかなと、僕は、えー、今、思ってます。 でじゃあ、それの背景に何があるのかなというところで、えっと、変化している、特にまあそのボランティアっていうとある意味、ちょっと余力がないとなかなかできないんですよね、そこも踏まえて生活環境とかが変わったりとか状況が変わってるんでボランティアの感覚も変わってるんじゃないかなと思うところがこの4点です。まず一つがです、ねえー、専業主婦の減少、これはちょっとすみません、PTA に特に特化して感じてしまうところではあるんですけれども、えー、今、専業主婦っていうのはです、ね、3割以下と言われてます。 えー、昔ですね、私、今47なんですけど、私が小学校ぐらいの頃って、ですね多分ですね、えー、専業主婦8割以上やったと思うんですよ、ほとんどは、えー、お仕事をされずに、えー、子どもの面倒を見たりとか、お家を守ったりということをされてたと思うんですけど、特に20年前から6割になって、今、一気にもう3割から2割ぐらいの人たちが、えー、お仕事をされてて、専業で主婦をされてないということなんで、まあ、簡単に言うと、えー、皆さん、忙しくなったと。 特にこう子育て世代の方うですので専業主婦の人がボランティアにこう参加するのもなかなか難しくなっているのは事実なんですね。であと次は災害大国日本特にあ阪神・淡路大震災のあと、えー、東日本があってで今ここで関西でいうと南海トラフが起こるだろうと言われてますし関東大震災も起こるだろうと言われてます。という形でえー その災害に怯えるというかですね、対策を考えなきゃいけない。で、これがまあちょっと自治会だったりとかいうところで、えー、被災するとき、被災した後の、えー、何でしたっけすいません、言葉出てこない。体育館でこう集まるやつとかですね、そういうのってやっぱ自治会がしなきゃいけないんですけれども、そういうところのことも考えなきゃいけなくなってきてると。 であと、えー、仕事と家族の多様化です。これ、多様化っていうのが何かっていうと、仕事っていうと、昔は、えー、朝8時に出て、夜6時に帰ってくるみたいなのが定番があったりとか、逆にまあそれが遅くまでになったと、えー、ありますけれども、最近はのホワイト企業とブラック企業の格差がかなりあると。 えー、すんごい働きゃいけない企業もあればホワイト化していってる企業があるという形で一旦あの働き方も全然多様化してしまってる、まあ、いい意味悪い意味でも含めてなんですけど多様化してしまってるというのがあるんで一般的な働き方の話がなかなかしづらい、えー、っと状況になってると思いますなのでまあ皆さんのね全ての企業がホワイト化していけば別なんですけどやっぱりまだブラック企業があったりとかしてるんでそれもまあ多様化してる状態だと思いますでかつ家族に関しては、えー、いわゆる性同一性障害だったりとかそういうこともあったりとかするんでいろ いいろんな形のの家族も生まれてきてきるとうであと今までも1箇所に住むっていうのが普通だったんですけどまあ戦後ぐらいからその引っ越しとかいうんですね、えー、仕事の関係で引っ越すとかもあるんですけれどもあの最近では複数拠点という考え方も あったりしますでそういう形で、えー、住むことの考え方も変わってきてるというのが今の現状で、まあ、いわゆる一般的という人が少なくなってるいろんな考えの人があっていろんな行動してる人がいるんだなというのが僕の今、えー、思ってる感情ですでそういう変化してる中でですね、えー、自主的に、えー、社会のためにやるというようなボランティア活動と、えー、するということ。 を考えると、今までの日本のボランティアの感覚、特に自治会とか、特に PTA ですね、どんなのがあったかというと、基本的に受け身なところが多かったです。PTA であれば、子供が学校に入れば、まず必ず入らなきゃいけないみたいな。あと、同調圧力っていうんですけれども、入らない人がいないから私も入っておこうみたいな。 それに自治会もそうですけども、町内会で入ってる人が高ければ、えー、入ってると。まあもちろん最近、あの自治会の加入率も下がってきてですね、場所によっては30%とか、えー、多いところはでも95%とか未だにあるんですね。えー、そういうところであれば95、95%入っているとなかなか抜けれないというか、いう、そういう同意調圧力があって、えー、そこに入って、で、その上で、えー、役員をしなきゃいけないとか、いうところがあったりとか、で、役員をですね、しかも、んですかね、あの、順番で決めると。 や私役員やりますって言って決めるところがなかなか少ないというのがありますでそれが、えー、と今までの日本のボランティアなんですけどちょっとやっぱおかしいんじゃないかなとで特に、えー、それで役員に当たってその役員をしたりとか,か会長とかをした人たちが時たまあの僕はあんま思わないんですけどやってあげてるのにとか、えー、こんだけしてあげてるのにとかっていうこうなんですかね恩着せがましく言うところがちょっとあったりとか。 あとボランティアをしてるという、まあまあ、いわゆる会長だったりとか、えー、そういう役員をすることになったらもうあの忙しくてちょっとできないんですよって言ってももうなったんだからしゃあないじゃんと、えー、いわゆる自己犠牲は当たり前みたいな。 まあこれもちょっと若干同調圧力の部分もあると思うんですけれども、えー、前の人がやってたんだからちゃんとやんなきゃいけないよねみたいなところがあったのが今までのボランティアだったと思うんですけど僕はもうこういうボランティアじゃなくてやっぱりやりたい人があや,やりたいというよりもやれる人もしくはやってもいいよと思う人がやるようなボランティア活動がいいんじゃないかなというのが思い始めてる、えー、実際にまあそういうことを言ってるところですでそう思い始めた理由っていうのは実はこのワードプレスのコミュニティにあるんです。 で特に今回初めて参加された方だったりとか、えー、今日の開花式の内容を見たときに、聞いたときに,に、珍しい言葉を使うなと思ったと思うんですけど、貢献する、貢献者という。 言葉をワードプレスのコミュニティでは使います。で、ボランティアという言葉も、あの、会話の中では使うんですけど、極力貢献者だったり、貢献するという言葉を使うようになってます。なんで、ボランティアをするっていうと、なんか、うーんー、まあ、言葉の、そういう言葉済みの部分もあるんですけど、貢献するというような発想にしたら、もうちょっと変わるんじゃないかなと思ってます。 でこれ個人的な話なんですけどそもそも私 PTA 会長を受けた理由っていうのがですねあのもうワードプレスで貢献っていろいろし始めてプラグインの開発だったり日本語のあ、えー、プラグインの翻訳だったりとかそういうのをし始めたときであとワードキャンプにこういう形で実行委員とかさせてもらったことがあるんですけどそのときにですねあのうちの嫁さんがですね、えー、そんなとこばっかり行って、えー、あの家のこともしてよみたいなことを言われたんですねでそのときにあワードプレスで日本全体だったり世界全体のことを貢献してるのに自分 自分の子どものためにだったりとか自分の住んでる地域のための貢献してないなと思ったんで何かしなきゃいけないなと思った矢先に、えー、学校の方からですね PTA 会長してくれませんかというお願いがありました、まあ、それもです、ね、あの私自由な働き方がある程度できる立場にいるんであの子どもの参観日とかっていうのは平日でも必ず行ってたんですねであとお祭りとかある時は餅つきのお手伝いとかそういうのをしてたらあこのお父さんはちょっと自由聞くなと。 で、そういうお父さん実は PTA 会長を狙われるんですけど、えー、この PTA 会長にしてもらえるな、みたいな話があったみたいで、で、まあ、あと、えっ、ー、と、これはちょっとほん個人的な理由なんですけど、Facebook で実は校長先生と繋がってたとか <laughs> いうのがあって、あ、じゃあこの人にお願いしよう、みたいな話になって、僕は PTA 会長に推薦されて、で、それで受けることになったんですけれども、あ、じゃあ地域のため、もしくは自分の子供のため、あと子供の友達のために、えー、貢献するために PTA 会長してもいいなと思って会長しました。ただ、その時にですね、 思ったのが何かというと、ワードプレスコミュニティから入って、その後 PT 入っちゃってるんで、わなんか PT ってすごいなと思ったことがあったんですね。これが大きくこの2つです。えー、ワードプレスのコミュニティ、特にワードキャンプ、僕実行委員したときに思ったのが面白いなと思ったのが、前回のワードキャンプをより良くしたものを次頑張ってやろうと。去年と同じことしようなんて思わないんですよ。 でまあ、実際でも、なんか自分たちでやってるとそうなりますよね、もうちょっと面白いことしたいなとか、でそういうふうになってたのが、PTA になるとです、ね、引き継ぎ主義で,です、ね、前年と同じことをしようというか、し,しなきゃいけないぐらいの勢いになるんですねで、新しいことをしようと思ったら、もし失敗したら誰が責任取るのみたいな、そんな話になるんですねで、もうなんか、もう真面目すぎなんですよ、ここにも書いてますけど、緩くない、まあ、失敗したら失敗したでもいいじゃんみたいな、でもちょっととりあえずやってみようよみたいな感覚がほぼないんですよ。 で、何かとしてこう責任だったりとか、えーまあ、特に PTA では出てくるんですけど、公平に分担しましょうみたいな話が出てき、えー、ます。でそこらちょっとまた後で話をしますけど。 で、そこで起こってくるのがですね、PTA っていろいろ問題が起こってます。で、これちょっと面白いんで、もしご興味のある方、ツイッターで探してもらったらいいんですけど、二コマで PTA を叫ぶ母っていうアカウントで、二コマ漫画を PTA の風刺を書いてる方がいらっしゃいます。えー、これ実は私もあの知り合いでですね、今日はあの使っていいですかって聞いて、あ、使っていいですよ、どんどん使ってくださいって言われたんで、ご紹介させてもらうんですけど、こんなのが日常です。で、ちょっと簡単に説明すると、学級院選出って言って、いわゆる PTA の役員を決めるっていうのが実は今、 結構問題になってまして、えー、まし簡単に言うと役員決めしますよと言ってですね各クラスから1人か2人出しましょうみたいな、えー、まあ1人2人じゃないですが3人4人出しましょうみたいなのがあるんですね。でその時に、えー、私やりますっていう人がいればいいんですけどまあほぼほぼ実はやりたいっていう人がいないんですよ。 まあこれちょっといろいろ、あの、PDA の話すると実は僕、1時間以上喋る自信があるんですけど <laughs>、あの、まあ、いろいろ大変なんですね。自由になってない。で、そういうのもあるんで、なかなかならないんで、役員組の時みんな下向くらしいんですよ。で、こう、やりたい人いませんかいない。じゃあ、じゃんけんしましょうとか、くじ決めましょうとか。あと、え、去年やった人は免除しますとか。ないろんなのがあるんですね。で、もうやりたくない人を無理やりやらせるみたいな空気があったりします。 で、あと、まあ、これ、僕が今、実際、えっと、PTA に関わって、一応、まあ、あの、一 PTA 会員なんですけれども、えうちの娘の小学校の PTA 改革委員会というものに入ってまして、え改革をしようと、いわゆる、より良い PTA にしようという形をしてるんですけど、そのときに、え起こった似たようなことなんですけど、アンケートを取ってですね、えこう変えたらいいんじゃないですかって提案してもですね、なかなかアンケートに答えてくれる人がいない。いわゆる、自分たち、自分事としてあんまり考えないっていう人が多いんですね。 で、次にですね、えー、PTA って実は地域ともつながったりします。で、よくある話なんですけれど、今特に、実はあの、新聞とかでご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、PTA って今個人情報の関係ですね。任意加入つまり入りますか入りませんかをしっかり聞きましょうとで。もし入りたくないっていう人がいたら、あ、いいですよっていう形のものにしなきゃいけないというのが法律で言われてます。で、それを国がそういうことで言ってる入隊会を聞かなきゃいけない。 でまあ、イメージなんですけど、今の話聞いて、なんとなく分かるんですけど、やりたくない人が多そうな感じですよね。なんで、入隊会聞くと、それは入りたくないっていう人もいるよねと。で、その入りたくない状況だっていうのは、実は地域の方も分かってるんです、こんな感じですね入。入会届は国が取れって言ってるけども、でも加入するのが当たり前にするのが、お前らの仕事だろうって、PTA の役員たち言われちゃうんですよ。でも、それ、強制の強制というわけの分かんない状況になってしまってて。 あの、ここは本当に任意加入、任意団体であれば任意に加入してもらわなきゃいけない。辞めたくなったら辞めてもいいですよっていう組織にしなきゃいけないのに、強制化してしまってる。で、ボランティアの強制化を行ってるのが今、PTA の僕は問題点だと思ってます。で、あともう一個問題点、これも実はあの僕が特に気にしてると思いますが、親として PTA で入るべきなんですけど、お父さんなかなか入ってこないんですよ。 僕、えっ、ー、と、参加してるんですけど、実際今、その PTA でちょこちょこっと参加されてる方って、2、3人の男性の方ぐらいなんですよね。でも、500人子供いるんで、500人男の男性がいるはずなんですけど、まあ、もちろん忙しいのもあると思います。先ほど言ったみたいに、働き方で全然ホワイト、ブラック、かなりあるんで、ブラックの方がなかなか難しいだなと思うんですけど、多分、参加される方はもうちょっといるんちゃうかなと思うんですけど、2、3人しか来ないと。 いう状態もあります。まあそういうところでですね、もうちょっとこう、えー、PTA が2、えー、参加した方がいいよという話もあるんですけれども、もともとその PTA に問題がすごくあるんで、いや、反参加しやすい PTA に変えましょうねっていう話を、えー、結構今、僕も含めて、えー、やってる人が増えてます。ちなみにこの2コマを書いてる方もそういう活動をされてる方で、一緒に僕も、えー、話をさせてもらったりとかしてる方なんですけれども、より良い形にしたいと。で、えー こういう PTA とかですね、自治会って今、実はこういう嫌われ者状態ですね。まあたえー、食べ物でいうとピーマンみたいな、子供にとってピーマンみたいな状態になってしまってる。で、これを今、えー、私も含めてですけれども、えー、こういうですね、いちごみたいな、みんなに好かれるような、まあ、少なくともあってもいいよねと。でもし余力があれば参加したいなと思えるような、そう、えー、任意団体にできないかなという話をいろいろとしてます。 で、え、もちろん、あの、いろんな意見があります。PTA に関しては特にそうなんですけれども、あの、で、まだ答えというのは正直出てない状態で、で、かつ、あの、僕、これ、僕個人の意見かもしれませんけど、地域によって関わり方っていうのもいろいろ変わってくるんで、いろんな形があっていいと思うんですけれども、やっぱりその無理やりさせるような形はおかしいよね、と思ってるのが、えー、僕の現状です。 で、そういうふうなことを体験しつつ、ワードプレスのコミュニティにも僕は属してたんですね。で、やっぱり温度感の差がすごく感じてて、じゃあ、ワードプレスって僕コミュニティに参加するときに、特にあの今回あの初めて参加された方とかって、えー、感じるところもあると思うんですけど、結構初めて参加する方をできるだけ温かく入れましょうみたいな空気があるんですね。で、実際僕も初めてコミュニティにされたときにそういう空気をすごく感じて、あ、参加したいなと思いました。 で、そういうところの、えー、取り組みをちょっと見てあ考えたらなと思ってまして、えー、日本のですね、ワードプリスのコミュニティの、えー、概略の説明なんですけど、最新バージョン、えー、今使われたのは22万、えー、ダウンロードなんで、まあ、22万サイト以上が実際稼働してる。なんで、もうすごい、えー、ホームページに関連するところで使われてるよねというところだと思います。で、えー、860人、 が人人ですね、約1,000人近い人間が翻訳の貢献者コントリビューターとして登録がされてますでこれはのプラグインだけじゃなくてですねテーマだったりとかコアだったりとかあとドキュメント、えー、ですねそれの貢献者にもなってます でそれがこれだけの人数いるっていうのはなかなかすごいことです、で実際これあの見てもらったら分かるんですけど、世界のトランスレーターのコン,コントリビューターの数、見れるところがあるんですね、そこ見たら、ドイツ、フランスとかも多いんですけれども、その次、4番目から5番目ぐらいに多い人数だと思います。日本では結構です、ね、あのボランティア精神が低いと言われるんですけど、ワードプレスコミュニティでは結構、こういう貢献をしてくれる人が多いんですね。 で、えっ、ー、と、これ、ちょっと待ってください。あの、数字が、あの、今日聞いたらちょっと違ったんで、えー、とっと、ここで手伝します,すけど、あの、今日のこのワードキャンプ大阪の実行委員の数って、これ100と思ったらすみません。50だったんですけど、50人の方が実行委員として参加されてます。で、これ実行委員僕、えっ、ー、と、数年前したんですけど、やってみたらわかるんですけど、結構大変です。いろんなことをお手伝いしなきゃいけなかったりとか。えー、まあ、でも最近、あの、いろいろですね、あの、ツール使って楽になってると聞いてるんで、いいなとは思うんですけれども、まあ、少なからず、えー、自分の能力をうまく、 そういうところで活用していく、ボランティアしていくっていうことをしていると思うんですけれども、非常にこう、多くの方が自主的に参加してされているというのがこのワードプレスのコミュニティです。 で、これ先ほどですね、えっと、オープニングのところ聞かれた方だと、あの、あったと思うんですけど、僕、これがすごく正直好きでして、何かっていうと、求められる行動のですね、あの、ネガティブなところもあるんですけど、ポジティブなところのこの4項目がすごく、えー、今の日本のですね、任意団体に求められてやるべきだと。で、これがあるからワードプレスコミュニティはすごい参加してるんじゃないかなと思ってるところです。で、それがまず何かというと、思いやりを持ち、お互いを尊重し、 協力ししして行行動動しましょうとで品ある行動ですね差別的なことをしないで周りの人に気を使ってでもし何か危険なことがあったら、えー、知らせて一緒に頑張りましょうとあとまあ能動的いわゆる主体性を持ってやりましょうというところは、えー、すごく今の感じで必要なものだと思っていますでこれが、まあ、あのワードプレスのコミュニティがこれだけ広がって いいるとところだと思いますで本当にワードプレスってですね、このコミュニティはあは、やりなさいみたいなことを言う人、誰もいないんですよ。やれるんだったらやってねと。でもし途中でできなくなったりとかしたら、まあ、それはしゃあないなと。できる範囲でやろうよっていう形の、なんていうんですかね、僕的に言うと、ゆるいという言い方をするんですけれども、形でやれる範囲でやっていくというところが僕の、このワードプレスのコントリビュート、貢献に対しての魅力だと思っています。 でいわゆるワードプレスのサイトを作ってたりとかすると、まあ、それに関わってるとやっぱその仕事にも関わってきますし逆にその参加することによって知見も得られるというところなんで自分のために貢献するスタイルでこれが例えば任意団体になるとしたら自分の子どものためだったりとか住んでる地域のためだったりとかっていう形でやっぱり自分のために貢献するスタイルっていうのはできると。 思うんですねだからこういう感覚を考えを持って、まあ、特に今からの任意団体っていうのは活動していくといいんじゃないかなとで特に若い人たちは参加しやすいんじゃないかなと思いますでワードプレスのコミュニティの予算の一つですね見える化っていうのがありますあのこれ実行委員されたら特に分かると思うんですけれども えー、実行委員の情報の共有というのはウェブで結構しっかりされてますあの、えー、サイトで言うとですね今こんなことしてますよとか、えー、募集始めましたよとかって出てくると思うんですけども実行委員するとこれにですね、えー、と昔は他のいろいろツール使ってたぶん今スラックとか使ってるのかな、えー、そういうものでですねあの、えー、いろんな情報も誰でも見れるような形で、えー、やり取りをしてますで、まあ、僕最初ワードキャンプの実行委員した時にびっくりしたのが予算管理まで実行委員の方ほぼほぼ見れるんですね だからこれにいくらかかってる、これにいくらかかってる。じゃあこれ使いすぎじゃないとか、これちょっと安くしようよとか、ここにかかるか、いやお金かかっちゃうから、やっぱここ絞ろうとかっていうのはみんなで決めるんですよ。でそういうところもすごいオープンでいいなと思ってます。ですねで、任意団体も、まあ、PTA とかもそうなんですけど、やっぱりもっとオープンに、いろんな情報をオープンにするべき。そうするとみんながワードプレスみたいに参加しやすくなるんじゃないかなと思います。で、それに Web っていうのがすごく活用できるなと思ってます。 で、まあ、あの、うち、僕の、あの、独自というか、僕がやってるその PTA の改革委員会とかの話でやると、例えば LINE を使ったりとか、今 LINE はオープンチャットっていうのを始まったりとかしてるんで、それを使ってみんなで意見、言える場所を作ろうとか、そういう形でやってるんで、そういうことをすればもっとできるんじゃないかなとは思ったりしています。 でえー、こういうです、ね、パブリッシュの民主化という形でワードプレス、いわゆる情報発信だったりとか表現の民主化ができるようになったのでこれをうまく活用すべきだと思います。で、ここからちょっとだけワードプレスを使った話をさせてもらいます。今です、ね、全国でそのあの先ほどちょっと PTA の個人情報から任意加入のトラブルというのがありますよという話をしたんですけれどもそれをです、ね、やっぱりちゃんとしようよという人たちがある程度、一定数最近増えてきています。 でその人たちが一番今問題になっているのが、えー、どういうふうによくしてるのかっていうのがやっぱ分かんないんですよねでそこで、えっとまあ、ジョージさんという名古屋の方が今いらっしゃるんですけどその方と一緒に適正化情報ネットワークという形でこういうふうにして適正化しましたよというのをワードプレスでサイトを作って情報公開を始めてますで今ちょっとまだ途中なんですけれどもこれに賛同してくれている他の地区の小学校だったり中学の PTA の方がいらっしゃって今この事例を増やしていくと いいう作業をしていますこれをワードプレスで使えばそれこそコストもそこまでかからずでまあもちろん、えーまあ、僕もお手伝いをしてるんで、えーまあ、運営だとかそこらへんにも、えー、ボランティアがうまく参加してできてるという形ですで今までだったらその書面だったりとかで共有しなきゃいけなかったと思うんですけど本だったりとかですね、えー、ウェブでできたりとかもう気軽に参加できるというのができるようになったと思います。 で、あと自治会だったりとかすると、これちょっと赤市、私今赤市住んでるんですけど、赤市独自の話なんですけれども、赤市の市の方がですね、各小学校区ごとに、ホームページ持てますよという形でされてます。ただ、これなかなかちょっと難しい問題があって、えー、各小学校区今、えー、赤市は28個あるんですけれど、えー、ホームページ作れますよって渡しても、なかなか作れる若い人がいなかったりとか、いうことがあって、実際今3分の1ぐらいしか本格稼働してないっていうのが現状なんですけど、 えー、ちゃんと稼働してるところはですね、えー、情報を発信してます。で、そこの、まあ、仲良くさせてもらってる、魚住地区の小学校区の方にちょっとこの前お話を聞きに行ったんですけれども、ここの写真載ってるみたいにですね、まあ、なんとなく自治会って年配の方が多いイメージとると思うんですけど、ここってですね、行くとですね、あの、年配の方から、お母さん世代から、高校生、中学生、小学生、いろんな子がいるんですよ。で、いわゆる年齢を問わない、参加しやすい雰囲気をすごく作ってるんですね。 で、それがあるんで、まあ、簡単にホームページ更新って、年配の方に難しいんですけど、高校生え、この方、えっと、今日、あの、この話聞いたと聞き、させてもらったときは、大学生の方ですけど、高校のときからお手伝いしてたらしくて、あの、ホームページの更新を、えー、お手伝いしてると。 でそんな感じで,で,す、ね、あのでこれで、えー、やってるんですけどもこの内郷みの方のです、ね、特色っていうのが防災をちょっと意識したまちづくりをされてますいわゆる、えー、もし事故が起こったあ事故じゃ地震が起こったりとかするってこれあの自助共助という言葉があるんですけれどもちょっと難しいんですけれどもあの阪神・淡路大震災の時に亡くなった方あ助かった方のです、ね、80%が共助って言われてます。共助って何かっていうと 近くの人に助けてもらったってやつなんですね。で、控除って言って、えー、救急車がして助けてもらったってのは2割ぐらいなんですよ。 ということは、やっぱり近くの人と仲良くないと、自分の命守れないっていうのが、えー、阪神・淡路大震災、まあ、もちろん東日本も含めてですけれども、立証されてるんです。なんで、地域とのつながりをつくるために、防災を意識して、ま、え、ち、ー、づくりというのを魚住ではしてます。でそれは、えー、こうそうしてかです、ね、いろんなところ、あのそういう町づくりの拠点に、若い人たちから年齢変わらず来ず集まってるというのは、そういうことをうまくされてるからだと思います。 でこれももちろんこのワードプレスを使って情報配信こんなことしてますよっていうのを常に、えー、更新してるという例として一例としてさせてもらっていますで、えー、この情報、えー、オープン化だけでは物足りないですよという話なんですけども、えー、と意外と時間が早く過ぎてしまってる <laughs>、えー、ちょっと少しっけやすなりますけど貢献をですねやっぱ無理しちゃうときついんですよあのがっつり PT 解除してください僕だったらできましたけど、えー、仕事したりとか難しいと思うんでその発想の転換をちょっとしてほしいなっていうところでワードプレスの考え方があります それが何かっていうと、Five for Future という言葉があります。これ、Wordpress のサイトに実はあるんですけども、これ Wordpress の考え方です。え、Lady to get started, contribute as an individual and or as an organization. 個人としてもしくは組織として貢献しましょうというのがあります。で、この Five っていうのは何かっていうと、え、これ、あの、サイトまた見てもらったり、ちょっとこれ日本語されてないんで、英語だけで見てもらうんですけども、え、5%の いわゆる自分の生活の中とかの5%だけちょっと協力してくれません貢献しませんかと、えー、がっつりですね、えー、生活の半分手伝いみたいなのめちゃめちゃつらいじゃないですか5%っていったらなんとなくできそうじゃありませんそれを歌ってるのがワードプレスのコミュニティの貢献に関する発想です でえー、僕も実際これ、あのー、大学の時に、えー、ちょっと尊敬する、えー、と経営者の友人に言われたんですけれど、えー、自分の未来のために20%の、えー、お金と給料とです、ね、時間を費やしたらお前は成功できるということを言われましたその中の一部に、えー、社会貢献というのが多分将来的に入るんだろうなとなのでその中の20%の5%は僕はワードプレスに使っていいのかなと思って今こういう活動をさせてもらっています。 ただですね5%と言いつつもステップ大事だと思いますいきなりがっつりって,ってもうようわからへんしどうなんだろうってなんですけどこのワードプレスの良さはこのステップを大事にしてるとこだと思います。で僕ののコミュニティの 参加履歴なんですけど2013年に福岡のワードキャンプ福岡参加させてもらってその後ワードベンチ神戸という勉強会に参加させてもらいましたキャンプだとこうセッションで話を聞くだけでワードベンチっていうのは今ちょっとワードプレスミートアップってなってるんですけどもワードベンチになると、まあ、それこそ話をしたりとかもっと近くなるんですねでそういうことをしていってでその中で実行委員やらないって話があったんでワードキャンプ大阪の2015年で初めて実行委員をさせてもらっ いましたでそのタイミングぐらいにちょうどウーコマースの開発も始めたんですけれどもその後登壇者という形で、えー、がっつり、えー、コミュニティの中に参加させてもらってますでそういう形でですね、あのー、参加してもらうことだけでも貢献ですよというのはワードプレスの考え方にありますですので僕はまず参加してくださいとでその中でもしプラスアルファできることがあったらしていってもらうという形で、えー、してもらっていったらすごくいいかなと思いますで僕こんなふうにちょっとハマっちゃうとガンガンハマっちゃうんで、えー 地域だったらどうなったかというとまず小学校に入学して PTA に入って、まあえー、その時はもう参加者ですよね。 で、えっ、ー、と、祭りのボランティアで、ええー、まあ、これも実行員までいかないんですけど、参加者になりました。で、その後、PTA の会長になって、まあ、PTA の問題点が、ええー、その時、じゃ正直気づかなかったこともあります。今、だから、PTA 一回外れたんで気づいたこととかもたくさんあるんですけども、えー、そういうところがあって、で、その後、地域の会長もして、っていう形でやっていきました。で、まあ、あの5、5%の貢献を何かしらにしたらいい。まあ、特にワードプレスに関しては5%。 ええー、じゃあ地域に関しては3%。ええー、もしこうお子さんがいるんだったら p t a に関しては5%とかそんな感じでもいいと思うんです。あの、がっつりしなくていい。ゆるーく参加してもらって、で、その組織だったりとか、その活動だったりとかをうまく運営できるようなものを、そういうこそ今の任意団体っていうのはこういうワードプレスのコミュニティの中からも、ええー、何ですかね、ええー、手に入れるべき考えだったりとか、やり方だったりとかっていうのを、えー、入れてもらったらいいんじゃないかなと。 思います。で、僕は、あの、ワードプレスのコミュニティの中で、結構皆さん、あの、名言は言ってないと思います。こんな感じでよく言ってると思うんです。できることをできる範囲でやってくれたらいいよ、みたいなことをよく言われます。これは、あの、確か、えー、ワードキャンペーンだった時、ぬかがさんに言われたんだと思うんですけど、その時自己委員長されてたんですけど、えー、ぬかがさんにですね、ちょっと忙しくてできないんですよって言った時に言われたのあんまできることをできる範囲にしてもらったらいいからっていうのは、すごい僕、心の中に響いて、今でも、えー、こういう形でお手伝いさせてもらってるところあるんで。なんで、まあ、あの、自主的に、 あのやら言われてやるんではなくて自主的に必要だなと思ったりとかお手伝いしたら楽しいなと思う形で活動してで,できることをできる範囲でやれるような形をワードプレスのコミュニティにはあると思うんで任意団体だったりとかそういうところもそういうのを参考にしてもらったらすごくいいんじゃないかなと思います。 ということで、最後をちょっと飛ばしたら、1分前で終わってしまいました<笑><笑>、えー。ということで、えー、今日はこんな形で、あのー、いろいろ、2位だったりだったりとか、PTA っていうのは、あのー、個人的にはその最終形がないと思います。ワードプレスもそうですけど、常にアップデートしますよね。 なので二団体だったりそういうのもアップデートしていかなきゃいけないと思うんでそのアップデートする中でこういうコミュニティだったり考え方あるそれを参考にして自分なりにアレンジをしてやっていけばいいんじゃないかなと思います。ということで今日の話はこれで終わらせていただきます。ありがとうございいました田中さん